女性の肖像は、初期フランドル派の画家ロヒール・ファンデル・ウェイデンが1460年頃に描いた絵画。大奥板に、油彩で描かれた、小作品で、1937年に、ワシントン DC のナショナルギャラリーに寄贈されて、以来、同美術館が所蔵している。ベール、襟足、顔、腕が幾何学的な輪郭を形作り、髪型からの光が、 女性の表情と髪飾りを明るく照らし出し、名部と暗部の鮮やかな対比が作り物めいた美しさとゴシック風の優美さを強調している作品である。あらゆる美術流派のすべての女性肖像画の中でも有名な作品と評価されている。ファンデル・ウェイデンはその生涯を閉じるまで肖像画を依頼されて描き続けた画家でモデルの人間性をも描き出したようなその肖像画は 後世の画家たちから高く評価されていた。この女性の肖像でも、モデルとなっている女性の謙虚さや穏やかな、物腰といった美点が戦略な肉体表現、節目がちの両目、固く握りしめられた両手を通じて描き出されている。描かれている女性は痩せており、ゴシック芸術で理想とされた、細長く引き伸ばされた外観で描かれ、狭い肩幅、しっかりとまとめられた髪型、 長い額、手の込んだ髪飾りなどが特徴的に表現されている。この絵画はファンデル・ウェイデンの署名がある唯一の女性肖像画だが描かれている女性の名前は伝わっておらず、作者のファンデル・ウェイデンもこの作品に題名をつけてはいない。ファンデル・ウェイデンはモデルを理想化する、それまでの伝統的表現はほとんど採用していないが、それでもなおモデルを美化して描いた画家であると、 考えられることが多い。ファンデル・ウェイデンの肖像画に描かれた人物は、その当時の流行最先端の衣装を身につけた、ほとんど彫像のような丸みを帯びた外観で、表現されることが多く、写実的表現からは逸脱していることもある。独自の美意識に従って人物を描いた結果、ファンデル・ウェイデンの肖像画には、別の女性を描いた作品であっても、非常によく似た作品となっていることがある。 女性の肖像は斜め前を向いたおそらく10代後半か20代前半の女性の上半身と思われる肖像画である背景は脳性緑一色で塗りつぶされておりファンデル・ウェイデンの宗教絵画作品によく見られる詳細描写は見られない同時代の画家アンファン・エークラと同様にファンデル・ウェイデンが肖像画を描く場合にはモデルを目立たせるために背景を 簡素化することが多かった。ファンデル・ウェイデンの弟子ハンス・メムリンクが登場するまで、ネーデルラントの肖像画の背景に、室内描写も、風景描写も描かれることは、稀だった。この作品では、背景が描かれていないことによって、見る者の視線を、女性の顔と、その性質な雰囲気に集中させる効果がある。若い女の肖像、ペトルス・クリストス絵画館。 クリストスはファンデルウェイデンから感情表現や色彩表現に大きな影響を受けている。この作品でも頭部の表現や感情表現に同一性がよく似ている。モデルの女性は胸元が開き暗色の毛皮で首周りと手首を縁取りされた上品な黒いドレスを着ている。これは当時流行していたブルゴーニ風のファッションで高さと 細さを強調するゴシックの理念にのっとったものである。黒のドレスは胸元近くで明晰色の帯で結ばれ、頭部に被る単行褐色のエナンが大きな薄いベールで覆われている。ベールは長く垂れ下がって上腕まで届いている。ファンデル・ウェイデンは布の質感表現、構成を重視した画家で、この作品でも型を崩さないようにベールに差し込まれているピンの精緻な表現などに、 典型的に現れている。ベールは、菱形のラインを作り、女性の胸元に覗いている明るい肌着が作る V 字のラインと釣り合いをとっている。モデルは小柄でキャシャな女性として描かれているが、そのポーズは、腕のライン、胸元、ベールによって落ち着いた印象を与える。頭部は繊細に描かれ、顔の肌の色と溶け合うように表現されている。ながで、脂質きの薄い顔は、 眉が抜かれており、さらに髪の生え際は、当時の流行の最先端である高い位置まで、反られている。髪の毛は、ナンの縁で固く抑えられて、耳の上へと流されている。高い位置まである髪飾りとまとめられた髪が、モデルのおもながの顔をさらに際立たせ、彫像のような印象を与えている。美術史家、ノルベルトシュナイダーの指摘によれば、モデルの左耳の位置は、不自然なほどに高く、 後ろに描かれている。これはおそらく画面右側のベールが作る斜めのラインを途切れさせないための美術的手段である。15世紀ではベールは性的魅力を隠し、慎み深い印象を与えるために用いられた。しかしながらこの作品ではベールは全く逆の効果、すなわちモデルの美しさを印象づけるための額縁の役割を果たしている。 重ねられた両手と胸部の赤い帯部分女性の両手は手首までドレスの袖で隠されており祈りを捧げているように固く重ねられて画面最下部の額に添えているかのように描かれているさらにこの作品の構成の中で非常に小さな場所に押し込んで描かれているがこれは高い位置に明るい色彩が配置されることによってこの作品の中心である頭部の描写から 見る者の目が逸れることをファンデル・ウェイデンが嫌ったためと考えられる。とはいえ、細い指も聖地に描かれており、このことはファンデル・ウェイデンが肖像画に描く人物の社会的地位をその表情や指の描写によって示すことが多かったことと関係している。複雑に重ねられ入り組んだ両手の描写はこの作品中で最も聖地に描かれた箇所であり、両手の三角の形状は 画面上部のベールが作る三角のラインと体を成すものとなっている。信仰心溢れる敬験な印象を与える描写はファンデル・ウェイデンの作品に共通のものである。身にまとう高価な衣装と対照的に女性の視線は慎みを持って伏せられ、切れ長の目、細い鼻、ふくよかな唇、大きな瞳、やや上向きの眉が描かれている。さらに顔の曲線が強調されていることが、 逆にこの女性が非現実的な作り物めいた人物であるかのような印象を与えており、15世紀に描かれた他の肖像画とは一線を画す作品となっている。この描画手法について美術史カイル・ビンパノフスキーはファンデル・ウェイデンは描くモデルの特徴を捉えることに優れていた。それは人の表情に対する鋭い観察力によるもので、 数本のラインを引くことによって特徴を描き出すことができたとしている。ヒーデタ学と結ばれた唇はこの女性の知性、金欲さらには情熱を伺わせ、この女性が持つ複雑多様な内面の症状となっている。描かれている女性が誰なのかについては伝わっていないが、モデルを特定しようと試みる美術師やもいる。例えば20世紀初頭にビルヘルムシュタインは、 顔の特徴の類似点から、ブルゴーニュ公フィリップ三世紀の諸子マリーではないかという説を唱えた。しかしながら、この主体の説には、異論も多く、広く受け入れられてはいるわけではない。女性の両手が、下部の額に置かれているかのように描かれているところから、多くの美術師やがこの作品を宗教画ではなく、一個人を描いた肖像画であると考えている。女性の夫を描いた、 肖像画とタイになっていた作品だった可能性があるが、それらしき男性の肖像画は発見されていない。ファンデル・ウェイデンの肖像画は、同時代のヤンファン・エイク、ロベルト・カンピンらと同様に、伝統的なネーデルラント絵画の影響が見られる。15世紀半ば当時、この3名が、初期フランドル派における第一世代の画家だった。そして、北ヨーロッパで、 それまでの中世ヨーロッパの宗教的に理想化された肖像画ではなく、写実的に中上流階級の肖像画を描いた最初の画家たちでもある。それまでのネーデルラント絵画では上流階級や聖職者の肖像画のほとんどが横顔で描かれていた。しかしながら、1433年の作品ターバンの男の肖像に見られるように、ヤンファンエイクがこの監修を打破し、 以降のネーデルラント絵画の肖像画では、斜め前を向いた構図で描くことが標準となった。ファンデル・ウェイデンもこの、女性の肖像のように斜め前の構図を多用しており、モデルの頭部、顔の表情の特徴をさらに精緻に表現することに、成功した。婦人の肖像、ファンデル・ウェイデン工房ナショナルギャラリー、女性の肖像によく似ているが、精密表現に欠けており、 1466年、頃のファンデル・ウェイデンの工房の作品とされるファンデル・ウェイデンの特に女性を描いた初期の肖像画は、カンピンの女性肖像画に構想も構成も非常によく似ている。ほとんどの肖像画が斜め前を向いた上半身のみの構図で、モデルは何の特徴もない一様の光景を背景に描かれている。ファンデル・ウェイデンが描く人物像は哀絶感漂う。 ものが多いが、各作品の女性の表情については共通の強い類似点がある。このことは、ファンデル・ウェイデンが、それまでの伝統的な理想的絵画表現は認めていなかったが、当時の美意識に沿った理想化を求めることによって、描かれるモデルを満足させようとしていたことを意味する。ファンデル・ウェイデンの肖像画のほとんどが、 上流階級からの制作依頼によるもので、依頼主の肖像を宗教絵画の一員として描く、剣能肖像画以外の肖像画はわずかに5点しか伝わっていない。フィリップ・ドクロイの肖像、ロヒール・ファン・デル・ウェイデン・アントワープ王立美術館ファン、デル・ウェイデンが1460年頃に描いた、フィリップ・ドクロイの肖像は、実際のドクロイの大きな花と突き出た顎を肖像画に表現しておらず、この年、 若いフランドル貴族におもねった作品と言われている。ファンデル・ウェイデンのがモデルを理想化して表現しようとした意図におけるフィリップとクロイの肖像と女性の肖像との関連性について美術史家ノルベルト・シュナイダーはヤン・ファン・エイクが事物をありのままに描いたのに対しファンデル・ウェイデンは物事の本質や人間を洗練、聖地化し絵筆の力で事物の現実性を拡張しようとしたと している。女性の肖像の高い品質は、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する、女性の肖像と告示したファンデル・ウェイデン工房作の、婦人の肖像との比較によって顕著となっている。ナショナルギャラリーの、婦人の肖像は、より穏やかで、曲線的な表現がなされており、ワシントンの、女性の肖像よりも、年は格没個性な女性が描かれている。技術的にも、 ロンドンの作品は繊細さと精緻さに欠けている。とはいえ、どちらの作品も同じようなドレスを着た、よく似た印象の女性が描かれていることは共通していると言える。ファンデル・ウェイデンは肖像単体ではなく、絵画全体が一体となって作り上げる美と感情表現により大きな関心を持っていた。美術史や キュレータのローン・キャンベルは女性の肖像の高い評価は優美に描かれた女性ではなく女性自身が醸し出す優雅さと純真さの様式美にあるとしている。ファンデル・ウェイデンは伝統的な写実主義に留まらず独自の美意識に基づいて自身の肖像画と宗教画を発展させていったのである。ファンデル・ウェイデンの人物肖像に共通する悲痛なまでの宗教的情熱も 自身の好の美意識によるものである。ファンデル・ウェイデンが描く人物肖像は、それまでのネーデルラント絵画の人物肖像に比べると、より自然で、写実的なものになっている。しかしながら、ファンデル・ウェイデン独特の、モデルが持つ新人深さを表現する手法がありのままの写実描写を忌避する結果になっていることも、確かと言える。ワシントンのナショナルギャラリー元館長、ジョン・ウォーカーは、 このようなファンデル・ウェイデンの思考について、風変わりであり、女性の肖像には、個々の描写に不適当な箇所はあるが、それでも、怪しいまでに、美しいとしている。女性の肖像を制作した頃のファンデル・ウェイデンの、評価は、ヤンファンエークをしのいでいた。女性の肖像は、ヤンファンエークの作品の肉体描写を凌駕するような、高い精神性を持った作品の典型であり、 ファンデル・ウェイデンの名声に大きく貢献している絵画と言える。ファンデル・ウェイデンがこの作品に題名を付けたという形跡はなく描かれているモデルに関する記録も残っていない。女性が着用するドレスのスタイルからこの作品がファンデル・ウェイデンの最晩年のものであると考えられている。女性の肖像の制作年が1460年頃とされているのはこのスタイルのドレスが 最も流行した時期とファンデル・ウェイデンのキャリア時期における明確な作風の変化によっている。しかしながらさらに遅いファンデル・ウェイデンが死去する1464年直前だったという説もある。女性の肖像は垂直な木目の一枚の奥板に描かれた遺体で左右両端は板のままで何も描かれてはいない。奥板はジェッソで下処理されており その上に油彩による単色で女性が描かれている。さらに、油彩含量が重ね塗りされ、繊細で透明感のある色階調をもたらしている。赤外線リフレクトグラムによる分析で、ファンデル・ウェイデンがこの作品には、死体せずに直接油彩を始めていることや、素描の痕跡が認められないことが判明している。その他に、当初は描かれている女性がより細身であり、 名石色の帯がよりウェストに絞り込まれて全体的により丸みを帯びた外観だったことが分かっている。このことは女性の肖像の X 線写真からも見ることができる。女性の肖像の保存状態は比較的良好で過去にも何度か洗浄されており2010年現在で直近の洗浄が実施されたのは1980年のことである。ベール、髪飾り、 袖部分には、わずかな顔料の剥落が見られ、地部分には、擦り傷が見られる。女性の肖像の来歴ははっきりとしておらず、この作品に言及したと思われる初期の記録も、全面的に信頼のおけるものではない。ドイツのデッサウ近郊に居城を構えていた、アンハルト公国の、アンハルト・デッサウ公レオポルト三世と思われる王子が19世紀に、 女性の肖像を所有していたという記録があり、そしてその死後、レオポルト3世の孫で、後位を継承したレオポルト4世が相続。その後、1902年にブルッヘで開催された、初期フランドル破壊画展に出陳するために、アンハルト公爵家から貸し出された。その後も引き続き、アンハルト公爵家が所有していたが、1926年に、 歌唱のデュビーン兄弟に売却され、同じ年にアンドリュー・メロンがデュビーン兄弟から購入した。その翌年からロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに対応され、600年間にわたる、フランドル、ベルギー絵画コレクションの一部として展示されていた。1932年にメロンは女性の肖像を自身が創設した教育、事前基金に寄贈するという遺言を残したが、 1937年に自身の寄付によってワシントン DC に新設されるナショナルギャラリーに所有する他の美術コレクションと共に寄贈し、それ以来ナショナルギャラリーの常設展示会画となっている。ありがとうございます。